それでは第65回ラジオ日経賞、こちらの方の予想を始めたいと思います。このレース、人気下位の馬も馬券に絡んでくる荒れる重賞となっております。結構、一番人気は意外と、過去5年で言えば4回は馬券になっていると、ある程度堅実な面はあるというので、一番人気を軸に据えながら人気薄を拾っていくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。前走成績では重賞出走して、大敗ですね、している馬の巻き返し、他には500万下から、勝って好に臨んで、連続好走というようなパターンですかね。血統面では、ディープインパクト3区とかキングカメハメハ3区、そういったところも、ローカルの 1800m という条件ではあるんですが、意外と活躍はあります。なんですけれども、母乳は結構ずぶいタイプというところがあるので、バリバリのクラシックを狙うような血統であれば、ちょっと疑ってかかりたいかなっていう感じですね。他には、父が凱旋門賞血統など、やはりずぶいタイプというのがいいですね。客室面では、前も後ろも馬券に絡むというところで、特に傾向はないのかなというふうに判断します。枠順面では、4番枠以内、内枠、こちらの方が特に有利という感じで、ちょっと外枠は遠慮したいかなという感じで予想するといいんじゃないかなというふうに思います。そういったところで本命は1番人気ゼーベインと、こちらにしたいと思います。54キロと金利を軽めというところも大きいんですけれども、父ディープインパクトで、母乳ブライアンズタイムのパワー系ですね。こちらちょっとずぶい感じ、そういったところの組み合わせが、このレースにはプラスに向いてくるというふうに思います。あと、上がりタイムも毎回走ってメンバー中、新馬戦はちょっと違いますけれども、あと4回連続、メンバー中上がり最速というところで、切れる足はあるかなというところで考えています。33秒台は出てないんですけれども、前に行っても味のある競馬をするというところで、自在性も加味していいんじゃないかなというふうに思います。対抗の方は4番ジョルジュ3区、こちらにしたいと思います。血統的に言えば、ネオユニバースの、ところにつながっていくビクトアルピサーですね。そうですね、力のいるような馬場得意とするので、向いてくるんじゃないかなというところもありますし、母方ですね、母乳はラムタラ、こちらの方、やはり凱旋門賞血統になってくるので、ずぶさはあるので、このパワー、スタミナを生かせればというようなイメージでいます。あとは前に行くタイプ、結構結果を残せますしね。あとは粘り込みさえきれいに決まれば、一発あるんじゃないかなという感じになりますね。あと、他を抑えていくところが5番、ストーミーシーですね。血統的にはアドマイヤブーも4芝得意というところがあるので、かなりパワーも期待できるし、母乳全ナイル賞は短距離かなというような一面もあったんですが、ニジンスキーの系統とか、母乳の最上はリファールにつながっていくところで、かなり血統的には重いというところはあるので、力は発揮できるんじゃないかなというふうに思います。あと、このレース狙うのであれば、前走1600メーター以上を使っている馬から選びたいというところもあるので、前走 G1、NHK マイル、こちらの方で大敗した馬を、もう一度ここで狙ってみるというような流れになります。あともう一頭ですね、10番、ナイト・オブ・ナイツ、こちらにしたいと思います。こちらは500万下を買ってきた馬というところにはなりますが、メンバー見ても、ちょっと力はあれかなというような感じはあるんですけどもね。そこそこの足は使えるというところもありますし、サンデーサイレンスも得意というような感じもあるんですが、父もハービン車というところですね。最近やっぱり函館とか北海道の方でよく活躍しているというところで、やっぱりスタミナとパワーはあるんだろうなというような幅を見せてますしね。こういったレースでも、ちょっと後ろから行くタイプにはなるんですが、
まあ、一発あるんじゃないかなというところで抑えていきたいというふうに思います。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。